ら、ありがとうございます。ちょっとね、今ようやく部屋を片付けたので、いや、ほんとね、ほんと体調とね、体調が悪い時は本当に周りを見てください。部屋が汚いか汚くないかっていう。いくらいさん、ありがとうございます。であら、ありがとうございます。じゃあいっぱいやりますね。やばいかも。マサチさん、ありがとうございます。いや、ほんとね、毎日片付けてると思うでしょ。ほんとに片付けてるんですよ。のんさん、ありがとうございます。あやとさん、ありがとうございます。今日、昨日雪降ってましたか。なんか本当にね、ちょっとウートネもいいんですよ。私はそう、ありがとうございます。いっぱいね、出演させていただけて嬉しいです。純吉さん、ありがとうございます。いくらさん、やばい。そう、見学させていただいたんですよ。最高、まだ余韻に浸ってます。タワーもありがとうございます。いくらさんが撮った先輩方が本当にとっても可愛くて、いっぱい保存しています。ありがとうございます。タイバーもありがとうございます。サンリオさんはなんかメルちゃんを勧められていただくことがめっちゃ多くて、なんちょっとね、気になってます。肉フェスを応募してありがとうございます。見てください、見て、かわいいでしょ。演出チームさんがね、作ってくださったんです。かわいいでしょ、かわいい。そう、2周年コンサートの時にね、マイクスタンドを使わせていただいたんですけど、その時ね、作ってくださったんです。これね、手作業で作ってくれたんです。本当に嬉しい、かわいい。ぎゅ、嬉しい。私たちがね、リハやってるね、ところで、後ろでね、演出チームさんがいつもいてくださってたんですけど、いつもね、作ってくださってた。かわいい。
なんかあった時一番にこれを運びます、運びます。やばい、おつつ、いくらでしょ、お、かわいいスタンプ、ピンク好きですよ。昨日載せた写真をね、載せる予定はなくて、あ、友達とね遊びに行った時の写真だったので、なんか載せるつもりはなかったんですけど、最近本当にね、あ、人間生活を送ってなさすぎて、あの本当にね載せるエピソードも写真もな、使い切ってしまって。虫風呂さん、ありがとうございます。たくさん寝てる、もうねテスト終わってからいっぱい寝る時間もらってます。でもね、なんかテストの時に、いくらしありがとうございます、なんか寝方忘れちゃって、寝たいんだけど寝られなくて、どうやって寝るんだっけ。どうやって寝るんだっけ、どうやって寝るんだっけ。まーちゃんさん、ありがとうございます。私の絵文字ね、ないんですよ。確かに、やばい、なんか電車だったら寝られます。絵文字って作っていいのかな。いや、ロング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 スリーパーです。タグね、じゃあちょっと聞いてみようかな。あ、誕生日おめでとうございます。こんばんは。ありがとうございます。そっか、そっか、そっか。こんばんは。
お疲れ様でーす。ありがとうございます。嬉しい、涙涙。来週です。やばい、情報格差。ご機嫌。目がかゆいです。嬉しい、ありがとうございます。目がかゆい。このおすすめのコスメ、マスカラ下地ですね。マスカラ下地をどれだっけ、これはエレガンスカールラッシュフィクサー、これに変えたらまつげが落ちるっていうこの言葉をもう一生使わなくなりました。まつげのカールが落ちるっていう生活とは無縁どころか、そういう言葉が存在しない世界線に生きているぐらいって感じです。あとはこれ何、Q10 さんのね、前も言ったかも、やばいかも、前も言ったかも。これね、なんて読むんだ、グラムカラー、なんかめっちゃ安くて、これめっちゃ塗りやすいです。まつげ細くてね、めっちゃ細いんですよ。めっちゃ細くて、あ、僕も使います。じゃあじゃあおすすめです。むしろすいません、なんかもうなんかめっちゃね、ちょっといい情報を言えるようにちょっと研究を重ねていきたいと思います。こんばんは。今日の夜にね、明日の締め切りのものの告知をね載せたいと思うので、もう春休みまだ、
コラブさんの新曲ナイムブー見させていただきまして、もう本当にリビングで大きく見させていただきました。本当に感動しました。てかあの振り付けがめちゃくちゃ可愛くて、あと2曲とも本当に楽曲もさることながら MV の雰囲気とか衣装とかもとっても素敵で、歌詞がいいですね本当に。ぜひねあのライブとかでもいつかね聞けたら嬉しいなと思います。でもね第3ボタンにも意味があるっていうねコメントを見てね、今度それでいやいやそんなメッセージもない。ね、それぞれの各楽器のね振り付けとっても可愛くて、話しかけありがとうございます。なんか昨日改めてねあの夏まとめの MV をなんか見返していたんですけれども、本当になんか天国ぐらいね美しい映像でした。春夏秋冬どの季節で見ても最高でございます。ピンク髪のキアラさん、これでも髪は染めたいですね。春好きですよ。で一番ね秋が好きだったんですけど、なんか最近秋がなくて、何色がいいと思いますか。ミルクティー可愛いですよね。でも私がミルクティーとかやったらなんかどうですか。ミルクティーブラウン、そうおしゃれ。なんか髪の色っていろんな色があってなんか難しそう。私私もよくやりますよ。あのなんかね加工アプリとかなんか色髪色変わる機能あるじゃないですか。あれでよく遊んでます。歌さんありがとうございます。ありがとうございます。ピンクブラ、なるほど。どの色がしっくりきた。どれもしっくりきませんでした。もはや自分のその加工なしでもしっくりこなかったですしね。
いつかでも何でもいいから何でもいいからやばいですね。まあ何でもいいから染めたいですね。いや、なんで染めたいかっていうと、あのなんかもう何もしたくない時とかに、なんかまあ例えばでも本当に何もしてなくても、なんか髪の色が染まっているとなんかちょっとおしゃれに見えませんか。だからちょっとね、染め直しとかは本当にめんどくさくて、もうただでさえね、まずベッドから起き上がる、そして会話を交わすとこういうこともね、私は NG なので、って考えるとね、家を出て遠くへ向かって髪を染めて染め直しっていうね、無理ですね。え、そうね、あの私もあの花さんの、大場花さんのあの金髪ロングが本当にあの何かちょっとブラウンが入り、ブラウンが少し入ってる方の髪色とかも本当に大好きで、もうね、亀子さんの写真いっぱい保存しちゃって、あの生駒さんのあの亀子さんの写真をたくさん保存して、友達と交互に見せ合うっていうねことを行っています。いやー楽しかったですね。いやいや、勉強しに行ってます、すいません。いやまあちょっとでもですね、うん、姫カットやりたいんです私、すいません、やらせてください。私って本当になんかメンバーみんなね、その自分に似合う髪型とかなんかメイクとか見つけるの本当に上手で、でも私ってなんかどうしたらいいか分からなくて、なんかずっと初期からね、髪の長さもあんまり変えないし、変えないし、そう、許可制っていうの、申請っていうか承認制っていうか、なんかこういう髪型でもいいですかって聞いてみたいな感じなんですけど、私本当に一回も聞いたことなくて、何したらいいか分かんなくて、でもなんかボブにしたいなって思う時たまにあるんですけど、でもなんかボブにしたーとかじゃなくて、はあドライヤーめんどくさって、そういうぐらいなんですね。だからなんか髪色 OK ですってなるまでは絶対これは変わらないと思いますね。私もね、アイドル前髪の女の子見るのが好きなんですけど、いざ自分がやると、そして目があの小粒って感じなので、なんかね分けるともっと小粒になっちゃうっていうか、もはや小粒のツーとブーなくなってこうぐらい、そのぐらいになってしまう。そうですね。でもなんでボブにしないかっていうと、例えばじゃあ OK ボブでもいいですよって言われても多分ボブやらないんですけど、なんでかっていうと、あのボブってやっぱ跳ねたりするじゃないですか、それが本当にもう無理で、無理です。でも髪長いとね、アイロンしなくてもまあ髪結んじゃう。だから今日ねアイロン通してないんですけど、
まあ結んじゃえばいいんですよ、こうやって。ツインね。でもこれからは多分ハーフツインです。やっぱハーフツイン最高。ヘアオイルはなんかいろんなの使ってますね。ここにいてね。あ、そうなんですか。クマさんね。クラゲ可愛いですよね。いつかOKになったらね、やっていただこうかな。あ、そういえばなんかちいかわさんのなんかプラスチックあの紙じゃないタイプのなんかしおりみたいなのがランダムで出てくるなんかやつがツイッターで X で回ってきたんですけど、すいません、それはどこで売っていますか。本当に探しているんですけど、本を開くの楽しくなっちゃうのでね、多分もう本を開きたくてたまらなくなってしまうと思うんですけど、どこに売ってますか。ちいかわランドですか。ちいかわランドってあの京都にありますよね。ブックマークコレクションですか。え、多分そうだと思います。ちいかわさんはですね、私はまだハマってはいないんですけど、おがまんさんありがとうございます。ハマってはいませんが、毎日本当にたくさんスタンプを使っていますし、結構ちいかわさんね出てくるんですけど、まあよく調べてしまうのがうさぎさんです。ハマってはまだいないんですけど、こういうのも全然あったりします。かわいい糸はね、思ったり思わなかったり。いや私はですね、こういうなんか結構グループ系キャラクターさんを好きな時はほぼ高確率でウサギ
面をね好きになることがあって、まあ、イラスト屋さんだったらうさぎさんが好きですし、まあ、おパンチさんもうさぎさんですし、コンビニ ありがとうございます。もう探させてください。え、ラッコ、あ、ラッコいるんですか。え、ラッコ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 、え、ラッコ。でもなんて言うんですかね、ラッコ、ラッコ。あ、そうですね、なんかちいかわさん、なんか付箋みたいな、付箋じゃなくてあのファイルみたいなやつ企画やってたじゃないですか。でね、あれ可愛いなと思ったらね、家族がね、もういや、もう私の家はもうこれから一生ペットボトルで暮らすんですかってぐらいのね量のペットボトルを買ってきて、あの大量のね、あのファイルをゲットしていました。かわいい。ちゃんと書いてある分のね本数をね買ってもらってよ、家族。でもそうだから、あのアニメを見させていただくってか、アニメどこで見れますか、見られますか。すいません、あの告知はですね、サンリオさんだけ可能でございます。そう、アニメを見ていたんですけれども、まあ、キャラ的に言いますと8割3、その次にモモンガさんですかね。キャラ的に好きなのは8割3は、ハッキハキと喋ってくれるところ。ネットフリね。え、でも TVer さんって最新のしか見れないですよね。全部見たいんですよ、あの1からもう 今この最新まで全部見たいです。アマプラに、八割さんの好きなところはハキハキと喋ってくれるところ、優しいところで、モモンガさんもハキハキと喋ってくれるところですね。アマプラね、じゃあアマプラ入ります。じゃあせっかく入ったんだったらいろんなの見たいので、ぜひおすすめ教えてください。これあれじゃないですか、あのフクロウのあの広告のあのあれに似てません、わかりますか皆さん。今やってる上映中の映画、フクロウのあの先端に似てませんか。誰に伝わるこれ伝わった人やばいです。天野検定2級。例えばあの「ヘイヘイユーユー」ってやつあるじゃないですか、あの猫ミームのあれの高速バージョンをねいつも歌うと絶対にねアリスが笑ってくれます。ちいかわさんいっぱいコラボしてくれるんですね。なんかおすすめの映画を教えてください。そうそう、ランキング読みます。13位からいきますな。里井さんありがとうございます。12位
ゴディミルさんありがとうございます。11位大地さんありがとうございます。10位正弘さんありがとうございます。待って、開いて。はい、あのね、私も開いて大好きなんです。夕立ちだったったったた、突然の大雨に走り出す人々、一緒一緒濡れながら、もう大ハマりしてました。すいません、ランキング途中にね。はい、でなんだっけ。9位、虫風呂さんありがとうございます。8位のんさんありがとうございます。7位まーちゃんさんありがとうございます。6位純吉さんありがとうございます。5位小川さんありがとうございます。4位うたさんありがとうございます。3位あやとさんありがとうございます。2位まさっちさんありがとうございます。で1位はいくらさんありがとうございます。タワーくださった方、ギフトをくださった方、今できなかったこともありがとうございました。そっちも好きだし、それあの夕立ちだだだをね踊ってる山田アンナ様も本当に、あ、好き美女って感じなんですけど、まあ主題歌も好きですね。恋がしたい恋がしたい恋がしたい。いやーいいですね。はい、皆さん、映画送ってください。本当にお願い。アニメでも全然、あ、韓国ドラマね見たことないんですよ。え、来週あたりでミステリー映画でも、なんか変な家みたいなやつやりますか。違うかも。なんとかの家みたいなやつ始まりますか。呪術廻戦今やってますか。あ、違う、じゃあそういうことか、映画じゃないか。いや、私ちょっとね映画の配給行こうかなと思ってて、まああの某映画掲示板サイト見てたんですけど、めちゃくちゃ評価良くてびっくりしちゃって、本当に、お、じゃあ見ようかなっていうことで、あの全く履修してなくてもね面白いらしくて、本当にねバレーボールってことしかわからないんですけど、ちょっとね映画それでも面白いらしいのでね、ちょっと行きたいと思います。さすがにもうちょっとねあれした方がいい。やばいやばいやばい、私今日ニアジョイサングラス探してたんですけどなくて、ちょうどねこの配信終わったらねニアジョイサングラス探そうと思ってて、てかアリスよくかけてますよね。というわけでありがとうございました。